まあ、お互いの駆け引きだったり、また木原選手も今日は非常にこうレシーブの際も良かったんですが、このレシーブミスがですねちょっとこう後を引いたかなと思いますので、この第3ゲーム以降ですね、またどういったサービスからの展開になるかといったところがポイントになると思いますね。この大会の前には実は早田選手は福岡出身なんですが、昔からこう馴染みのあった北九州市の旦過市場が火事で焼けまして、はい、野島カップの賞金100万円を、ねね、はい、旦過市場にこう寄付したといいますか、はい、この馴染みのあるこう北九州でのですね、はい、そういったまあ災害を寄付するといったところも、はい、もうプロスポーツ選手として本当に素晴らしいですよね。あ、これは早い。いや、何かこうスピードだけではなくて気迫が映った今のラリーでした。木原選手が台から下がってしまうと、はい、でソフトなので非常に苦しくなりますね、はい、まあ、確かにこう木原選手というのはラリーの時にもほとんど下がらないというのが持ち味なんですが、はい、そうですね、あえてその木原を下がらしているというこの早田ひな。木原選手のこの回り込みのボールも非常にボールが走ってますね、はい、入れに行くと3球目早田選手に打たれてしまうので、はいはい、もうレシーブから積極的に打ってますね、はい、今もミスしましたけれども、まあ、はい、しっかり攻めようという意図が感じられますね。今のでいいわけですね、はい、当然野島 T リーグはいわゆる団体チーム対チームの対戦なんですけれども、まあ、この早田木原 T リーグだけではなくてオリンピックを争う試合である国際試合、これからも幾度も対戦がありますよね、はい、やはり何度もこう対戦している中で今日はこういう戦術といったところですよね、はい、ここ両選手ともこう考えながら試合をしてますので、はい、やはりこう流れが行ったり来たりしているのかなと思います。ゲームカウントは1対1、第2マッチ第1ゲームを取ったのは木下アビエル神奈川、第2ゲームは日本生命です。先に3ゲームを取りますと第2マッチ勝利ということになりますが、第4マッチまで、失礼、第2マッチの第4ゲームまではデュースがありません。そして最後第5ゲームに持ち込まれると6-6からのスタートです。木原選手もレシーブ工夫してますね、はい、ここはまた小さくガッツポーズを見せました。またここで木原が追い上げてきます。相手を見て少し流し気味のボールにしましたね、はい、ハイボールです。サービスを出す位置を少し変えたんですね、はい、ミドルからハイトスサービス、そして3球目バックドライブですね、はい、同じサービスでもバック側から出すのとミドルからフォア側とちょっとこう目線が変わりますので、はい、同じサービスでもちょっとこう違うサービスのように見えてくるんですね、はい、次はロートスサービスからですね、はい、いろいろとこう工夫してますよね。ですからこう木原選手としてもどういった形でこう早田がサーブをしてくるか、それになかなかこう適応しようとする前にまたサーブが変わってくるわけですね。そうですね、木原選手からするとこう入れにくいレシーブだと3球目攻められてしまうというのがありますので、はい、まあ、積極果敢にこう攻める姿勢を見せているんですが、はい、そこがこう焦りに変わってくると
無理にこう打ってしまうので、こういったところこうボールの見極めが大事になってきます。そして変化に対応できませんでした。さあこれで8対5、早田3ポイントリード。まあですからそのいわゆるこうパワードライブ、それだけではなくていろんな引き出し、そしてこう技術もどんどんと進化してきているという、はい、そうですね。早田ひな、先々月の7月7日で22歳になりました。少しボールが浮きましたね、はい、見逃さなかったです。スマッシュですね。まあ、ですからこのあたりがやはりこう木原の場合は安定してくると勝利も近づいてくるという。思わず会場からは大きなため息が起きました。ピッチの速いラリーですね、はい、お互いに攻めているので、はい、回転スピードがですねこうさらに増していくようないいラリーでしたね。このため息は本当にすごいなという、はい、こう実際にやはりこうプレーを見て本当に速いといったような感じだと思います。ここは木原が逆に1ポイントリード。最後苦しかったですけどね、はい、よく取りましたね。早田選手も狙っていたと思います、はい。さあ逆に木原が9対8、1ポイントリードしました。一時は3ポイント早田がリードしていたんですが、おーナイス、あー積極的にミドルを狙ってきました。ゲームポイント、ラリーの中で1回体勢崩れたんですけど、はい、よく立て直しましたね、はい、5連続ポイントですね、はい、大きいです。10対8、木原ゲームポイント。レッドです。8点。思い切っていけるか、早田選手はどのようなサービスを出すかですね、はい、長いサービスは今待たれているので、はい、少しこうハーフロングのサービスかもしれないですね。追いつきました。両者ゲームポイント。この出るか出ないかのですね、長さがいいですよね。そして大田区総合体育館、両選手に大きな拍手が送られました。ここでタイムアウトですね。木原選手からするとこの点をあと1本で終わりで、そして木原選手のサービスなんですね。ここでタイムアウトを使いましたね。こちらは日本生命サイド、木原選手、石田コーチと、そして村上監督です。第1ゲームの点オールの時に、はい、こうチキータを待って3球目攻撃したんですね、はい、また木原選手がどうするかですね。早田選手にチキータさせるのか。10対10の展開では、第2マッチの第1ゲームは木原が制しています。第2マッチは第3ゲーム、2度目の10対10、両者ゲームポイントです。何か大きな拍手と、そして瞬間の静寂が交互に訪れます。ニュースはありますか。これで決まります。
かりとここは早田が取りました。第2マッチ第3ゲーム11対10で早田ひなが取りました。ゲームカウント2対1、日本生命リードです。いや、2度目のエンオールからは早田が制しました。はい、思い切ってきましたね。木原選手からするとこうタイムアウトを取ってこの第3ゲーム落としたのは大きいですね。